霊夢だよ。マリサだぜ。最近、ブレーキチョーキングの話題が多いから、早速、昔の動画で関連のありそうな動画を引っ張ってきました。で、早速使ってるな。これは、ヒールブー、という技術だな。そうね。あ、この時は左足でブレーキペダルを踏んでるわね。足の速い車は何かと苦労するってことだぜ。まあ、これは左足ブレーキも使うことがあるってことをわかりやすく見せているだけみたいだけどね。普段は右足はちゃんとアクセルペダルを踏んでるぜ。左足でブレーキを踏むと、どうしてもギクシャクした動きにならない？使えるようにするには、やっぱり練習が必要だぜ。普段、クラッチペダルしか踏んでいない人は、どうしても繊細なタッチでブレーキペダルを操作するのは困難だぜ。なるほどね。で、すべての車で左足ブレーキは必須の技術なの？足の速いノーマルギア比のランクル70なんかは使えた方がいいと思うが、普通はいらないぜ。でも、オートマ車は絶対、左足ブレーキを使えた方が繊細な操作をやりやすいとは思うな。例えば、どんな時？ちょうど、今みたいに岩を乗り越えた瞬間にブレーキをかけないといけない時なんかだぜ。岩に乗り上げる時にアクセルペダルを踏んでいて、登った瞬間に右足を踏み替えてブレーキを踏むとどうしてもワンテンポ遅れるからだぜ。この動画では、右足で同時にアクセルペダルとブレーキペダルを踏んでるわね。これも踏み替える時間のロスを減らすため？そういうことだぜ。ついでに言うと、タイヤが空転するのを防ぐブレーキチョーキングも兼ねているぜ。前の動画で散々やっていた、タイヤが空転するのをあらかじめブレーキで防ぐ技のことね。そうだぜ。前の動画では、ブレーキチョーキングはジムニーなどのガソリン車で必要かどうかわからないと言ったけど、ペダルの踏み替えのタイムロスを減らすために、ヒール、ブー、を使うのは間違いなく有効だぜ。それなら確かに全てのマニュアル車で必要な技かもしれないわね。ところがそうでもないんだぜ。例えば同じランクル70でも、4.2 リッターのロッキ等エンジンの車でさらにギア比を下げた改造をしている車となると、この程度の岩を乗り越えるのにアクセルを踏む必要がないんだぜ。え？何もしないでも、勝手に岩を乗り越えてしまうの？そうだぜ。さらに昔の B 型エンジンのランクルなどでも、エンジンが勝手に粘ってくれてアクセルを踏まなくても登ってくれることがあるぜ。それだと、すべての車で必要な技術ではないってことなの？むしろ、ヒールブー、を使わないといけないランクルの方が少数派なんじゃない？そうかもしれないな。だから、ウプ主などは、この車のギア比を下げる改造をしたがらないんだそうだぜ。え、ギア比を下げたらアクセルペダルとブレーキペダルを同時に使う技術は必要なくなるのに、なぜなの？それだと、この車は誰でも簡単に操れる車になるから、だろうな。実際、他のランクルに乗っている人が、この車に乗ると、足が速くて乗りにくいという感想を言っていることが多いのぜ。なるほどね、やっぱり、ここのウプ主は、変態だったのね。まあ、そういうことになるかもしれないな。だが、趣味の世界の話なんだから、他人が使えない技を使えないと操れない車ってロマンがあると思わないかぜ？あら？謝っとけ、って今回は言わなかったわね。そのうち、お前は使われなくなるからいいだろ。では、今回も最後まで見てくれてありがとうだぜ。また、会いましょう。では、せーの。また見てね。